駒場主婦が作るオリジナルオートミールレシピ、お願いします。さあ今回はですね、普段からオートミールを食べているという駒場さんにですね、はい、オリジナルのオートミールレシピを伝授してもらおうと思っております。はい、駒場シェフ、今回の料理は何でしょうか？今回はオートミールの親子丼駒場スペシャルをご紹介したいと思います。なるほど。僕は普段から食べてますので、うん、この体は本当にオートミールでできていると言っても過言ではありませんので、すごいね、楽しみにしててください。はい、では材料はこちらです。では早速作っていきたいと思います。はい、まずはですね、このオートミールにお水ですね、これ混ぜます。うん、なるほど。本当にめちゃくちゃ簡単なんですよ、これ。これがまあご飯となる部分ですね。なるほど。親子丼のさあ、水と、オートミール混ぜまして、はい、これをレンジに入れて、約1分ですね。なるほど。まあ、その家の電子レンジによってそれぞれ多分ねパワーが違うので、あと好みもあるのでね、その辺はちょっと調節していただいて、今日は1分でいきたいと思います。はい、ちょっと温まったら、ふっくらとした感じになって、はいはいはい、より美味しくなるんですよ。はい、できました。よいしょ。ほい。はい。さあどうでしょう。出来上がりました。ちょっと混ぜときますね。もうこれがご飯の代わりになりますからね。あ、いいじゃないですか。盛り付けたいと思います。よいしょ。こちらまずご飯ですね。はい。はい、できました。さあ続いては親子丼の具材を作っていきたいと思います。はい、はい、これもですね、またオートミールを使います。え、具材にもオートミール？そうなんですよ。これには、薄めためんつゆですね、うん、これを少し入れます。オートミールの上にオートミール？そうです、そうです。これがね、なんかこうつなぎみたいな感じになるのでちょうどいいんですよね。あ、そういうことか。はい、そして、親子丼ですので、玉ねぎ、玉ねぎ入りました。はい、そして、はい、サラダチキン、あ、入れたいと思います。これもヘルシーにして。そうです、これもね、もうどこでも今買えますから、うん、そしてこれも軽くちょっと混ぜます。はい、でこれもまた、電子レンジで約1分加熱したいと思います。はい、はい、できました。よいしょ。ほい、こんな感じになります。はい、ちょっとね火が通りまして、おしんなりしましたかね。でこれにこう溶いた卵ですね、割って溶いた卵を入れて、またちょっと混ぜます。お、はい、めちゃくちゃ簡単ですよ。あ、お出汁のいい匂いがしますね。そうでしょ。はい、ちょっと混ぜて、またこれも、電子レンジで、まあ、約1分ですかね。あ、1分。あ、できました。どうなってるか。お、あ、いいんじゃないですか。お、いいやん。外は固まってて、はい、中ちょっととろっとして、あ、これベストかもしれないですね。うん、できた。最後はもう盛り付けたら完成でございます。はい、わ、本当に親子丼やこれ。はい、乗せまして、うわ美味しそう。で最後はこの三つ葉をちょっと上にねトッピングしましょう。いいね、見た目も。角度がね大事ですから。できました。はい、こちらオートミールの親子丼駒場スペシャル完成です。やったー。いただきます。いただきます。美味しそう。うん、うまいやろ。うまい。うん、え、レンジだけでこんな簡単に作れるんですね。そうなんです。レシピの詳細は特設サイトをチェックしてください。そして駒場スペシャル以外にもいろんなレシピが載っています。アレンジレシピなんか何ぼあってもいいですからね。ちょっといきなりなんだけどさ。どうした？いや、俺のママがさ、ケロッグから出た新商品の名前を忘れちゃったらしくて。ガチで忘れたの？うん、やべえじゃんそれ。じゃあ俺がさ一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言ってたか教えてみ。いや、ママが言うには、うん、ケロッグから新発売されたやつで、うん、ご飯の代わりにもなるし、うん、いろんな食べ方ができるやつだって言うんだよね。うん、やば、ケロッグオートミールじゃん。ご飯の代わりって言ったら絶対そうじゃね。ケロッグって言えば穀物の専門家って感じなんだからさ、秒で分かったよ。てかお前んちのママ健康意識高くね？なんかヘルシーなものに興味あるらしいんだよね。そうなんだ。あとさ、ママが食べる前にめっちゃ映えるっていつも写真撮ってんだよね。じゃあケロッグオートミールじゃねえじゃん。ケロッグオートミールはさ、オーツ麦 100% 原料で無添加だし、糖質控えめなのに栄養も取れるんだけど、見た目はすげえ地味じゃん。こんな地味なのってさ、ケロッグオートミールかおじさんのスマホケースぐらいじゃね。ほら
俺らのと全然違うじゃん。そうだよね。な、うん、ケロッグオートミールじゃねえよそれ。 あとは、あの流行りの腸活にもいいって言ってたかな、うん、じゃあケロッグオートミールじゃん、うん、体全体を中からきれいにしてくれる発酵性食物繊維が入ってんだから。しかもレンジで温めたら雑炊とかリゾットにもなるから最高っしょ。分かんねえな。まあでも多分これのことだと思うんだけどね。やっぱケロッグオートミールじゃん。てかそれ先出せよ。それな。やっぱうまくね。うますぎ。ケロッグオートミール好評発売中。買うしかないっしょ。